1986年横須賀、突如現れたその男が葉月亮の運命を変えた。その圧倒的な拳法の前に父岩尾は無残に敗れ、亮もまたなすすべもなく屈した。そして道場に隠されていた流氷が奪われてしまう。悠然と立ち去る乱亭、瀕死の岩尾は亮に最後の言葉を残す。愛すべき友を持て。その言葉の本当の意味を知ることもできぬまま、亮は道場を踏みにじり、父親の命を奪った乱亭への復讐を誓った。乱亭の手がかりを必死で探す亮。その後、危機を予告した手紙を受け取り、そこに記されていた陳という人物に接触した亮は、もう一枚の鏡、鳳凰鏡の存在を知らされる。そして道場の地下に何重にも仕掛けられた謎を解き、ついに亮は隠されていた鳳凰鏡を発見した。しかしそれは新たな危機を招くことでもあった。鏡を狙い忍び寄る異様な姿の敵、シャイ、陳親子の協力を得て危機を乗り越えた亮は、乱亭を追って香港へと旅立つことを決意した。しかし、亮の行く手には様々な困難が待ち受けていた。港の荒くれ者たちや闇の組織、マッドエンジェルスとの対決。その魔の手は、ガールフレンドである原崎のぞみにも迫る。だが亮はその勇気と仲間たちとの友情を武器に、これらの敵を次々に打ち破っていった。そして旅立ちの時、行く手に待ち受ける波乱の運命に向かって、葉月亮はその一歩を踏み出した。香港に到着した葉月亮。しかし見知らぬ土地で出会う人々は必ずしも味方とは限らなかった。いきなり無一文になるというトラブルを、偶然出会った少女ジョイの手を借りて切り抜けた亮。そしてワンチャイの街を巡り、たどり着いた文武廟で乱亭の手がかりを知る武術家コウ・シュウエイとようやく出会う。コウ・シュウエイは亮の目的が復讐であることを見抜き、乱亭の手がかりを教えようとしなかった。亮に修行を課し思いとどまらせようとするシュウエイ。しかしその気持ちは伝わらず、亮はシュ・ゲンタツの行方を知るというレン・ウーインに接近する。亮の持つ鳳凰鏡に財宝の匂いを嗅ぎつけたレンは、シュ・ゲンタツがマック・クーロン城に身を隠していることを教える。クーロン城で亮たちを待ち受けていたのは、乱亭の配下として闇社会を牛耳る高天界の途牛一派だった。高天界の途牛を倒した亮だったが、乱亭には逃げられてしまう。そして亮は乱亭がケイリンへ向かったことを知る。香港での多くの仲間と別れ、一人ケイリンへと向かう亮。
霊林の奥地で亮は一人の少女シェンファと出会う。それはお互いの運命を大きく左右する出会いでもあった。鳳凰と竜、二枚の鏡の謎、復讐を誓った父の仇、蘭亭。